セミファイナル53キロ契約6回戦を行います。赤コーナー117ポンド平中 BS 所属東青コーナー116ポンド4分の1勝ち所属杉本太一ジャッジ川上淳同じく新井久夫同じく田中慎一レフェリー半田隆樹両選手を戦力経歴を紹介いたします。赤コーナー東大河平中ボクシングスクール所属1996年1月生まれ熊本県熊本市出身デビュー2014年7月戦績11戦6勝5敗6勝のうち2つの KO 勝ちが含まれています。対戦は青コーナー杉本太一勝樹所属1998年5月生まれ大阪府堺市三原区出身デビュー2017年12月戦績8戦6勝1敗1引き分け6勝のうち1つの KO 勝ちが含まれています。セコンドラウンド2
Round 3. Thank you.
それではラウンド4。ラウンド5。Thank you.
6ラストラウンド。採点の結果を発表いたします。ジャッジ新井58対56、青杉本。ジャッジ田中に、ジャッジ田中ともに57対57。以上1対0の判定により規定の勝ち点に達しませんので、この試合はドロー引き分けでございます。
このようにメイメイと両選手入場まで約10分間の休憩に入ります。